タカ子さん、1年ぶりのチェッケン丼はいかがですか？スタッフの皆さん、ワンちゃん、明太子を食べたクジャクは元気にしていますか？私が海外で今一番行きたいところがイギリスのカントリーサイドです。今まさにその場所にいるタカ子さんのリアルなレポートでちょっとした雰囲気だけでも味わえると嬉しいです。チェッケン丼での生活、周りの風景などなど、たくさんお話を聞かせてください。ではレコーディング頑張ってくださいね。埼玉県北本市のペンネームスカイウォーカーさん。スタッフのみんなも犬の老人も変わりなく本当に元気です。ただ一つだけ気になるのは、一昨年明太子を食べさせたクジャクがまだ現れていないんですよね。それだけがちょっと心配なんですけど、あとは1年ぶりに懐かしい我が家に帰ってきたという感じです。岡村孝子サンデーピクニック。この番組は心の通うお付き合い共同石油と、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王がお送りします。こんにちは、お元気ですか？岡村孝子です。サンデーピクニック4月5日のオープニングは、御殿場市の土屋恵美子さんのリクエストで、私の歌ミストラル。焼き付くた太陽
4月29日にリリースされる私の新曲ミストラル聴いていただきました。先週に引き続き今週もイギリスのチェッケンドンからお届けしています。今週は先週とは一味変えてスタジオの中庭から本当はお届けしようと思っていたんですけどね、チェッケンドンの香りとかそれから雰囲気を少しでも味わってもらいたかったんですけど、あいにくなことに今日は雨が降ってしまって、先週と結局同じスタジオの中でたくさんの機材とキーボードに囲まれながら放送することになってしまいました。それでは早速このおはがきを紹介したいと思います。鹿児島県薩摩郡の立山由美さん。小さな春を見つけました。通勤途中山あいから聞こえたホーホケという鳥の声、そうです、ウグイスだったのです。まだ幼い鳥らしくホーホケキョ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 が練習不足で言えなくてホーホケで止まっちゃうんですね。きっと春本番には素晴らしいフルコーラスで聞かせてくれるでしょうね。そこでチェッケンドンで見つけた小さな春を岡村さんの感覚でレポートしてくださいませんか。もちろん腰のあたりにマンポケをつけてください。マンポケも今回ちゃんと持ってきたんですけどね、今日は雨であんまり歩けそうにないんですけど、ウグイスでもやっぱり練習不足とかそういうのあるんでしょうか。そうですね、チェッケンドンの方はあんまりまだ今年は春が来てないみたいで、庭にいろいろな花とかは咲いているんですけど、今年はまだ桜の花とかあと菜の花畑はあまり見かけないようです。ただ2、3日前にスタッフが行ったレディングというところのゴルフ場で桜の花が咲いていたそうなんですけどね、もう 2、3日したら花が咲き始めるんじゃないかなと期待しているところです。それではここで一曲聴いてください。スミザリーンズ Too Much Passion。 サンデー、 ドゥドゥンズ、 サンデー、 ドゥドゥンズ、 サンデー、 ピクニック。岡村隆子サンデーピクニック。今週もたくさんおはがきをいただきました。どうもありがとうございます。早速紹介していきたいと思います。まずは横浜市南区の武田義明さん。サンデーピクニック放送1周年おめでとう。毎週たかちゃんの近況やコンサートツアーの様子などを番組の中で紹介してくれて、聞いている我々もとても楽しい時間を過ごすことができました。また番組の中で読まれるハガキも全国から寄せられ、たくさんの人がサンデーピクニックを聞いていろいろなハガキを番組に送ってきましたね。それらのハガキが読まれたかちゃんの感想を聞くのもまた楽しみでした。今はチェッケンドンで新しいアルバムのレコーディング、どんなアルバムができるか楽しみにしています。ではレコーディング頑張ってください。チェッケンドンの様子も少し教えてください。ではまた。本当にどうもありがとうございます。1周年なんですけどね、1周年をチェッケンドンで迎えられるとは思わなかったんですけど、割といろいろなことはあったんですけど、あっという間に本当に1年が過ぎたかなという感じなんです。これからも本当にこの番組を通して皆さんと一緒に楽しいいろんなおしゃべりをしていきたいなと思っていますので、皆さんも楽しいハガキをどんどん送ってくださいね。続いてのハガキは、これは大阪府大東市のリンゴさん。久しぶりにおハガキを出します。私はこの1ヶ月間めげてしまいました。受験に失敗したのです。自分自身にとても腹立たしかったです。でも保健婦になって働いていきたいので、来年もう一度チャレンジしようと思っています。ああ、どんどん結婚が遠のいていきそうですが、ああ残念でしたね。でも納得がいくまで頑張ってください。別にね、結婚と勉強両立もできると思うし、頑張ってください。続いては神奈川県藤沢市のダピョンさん。私今結婚のことで頭を痛めてます。私には付き合って2年近くなる5歳年上の彼がいます。結婚の話が出たのは今年に入ってからでした。やりたいこともあるし、今はこのままでいたいと言ったら彼はもう30だし、この辺りでけじめをつけないといけないと年のことを気にしてか、今すぐにでもという感じなのです。
私はというと、付き合って1年くらいまでは結婚したいなと思ってましたが、今はその気持ちがなくなってしまいました。彼は優しすぎて本気で怒ったり叱ったりしないので喧嘩にもなりません。私にはそれがとっても耐えられないことで、そういうことから彼に対する気持ちが薄れてきてしまっています。喧嘩もできない恋人や夫婦なんて本物じゃありませんよね。これ以上自分にも彼にも嘘ついていたくないし、もう別れようかと思います。彼は式の一人やマンションの購入も考えていて、すっかりその気です。一体どうやって私の気持ちを伝えたらいいでしょう。良いアドバイスをお願いします、ということでね。優しくないと優しい人がいいとかってね、女の人は言ったり、なかなかうまくはいかないもんだなという感じなんですけど、最後の最後は自分が思ってる通りにするのがいいと思うんですけど、でも終わりにするとしても、もうちょっと思ってることを言いたいとか喧嘩をしたいとか、そういうここに書いてくれたことをまっすぐ彼にぶつけてみたらどうでしょうか。うまく言えなくてごめんなさい、相変わらず。続いてのハガキは調布市のさっちゃん。春4月は入学式がありますよね。私の身内にも看護学校へ入学する人がいます。年の離れた私の一番上の姉なのですが、今年から年齢制限がなくなったということで40代のチャレンジ。そんなことを考えているとは全く気づかなかったので、合格したと聞いたときは、学生になっちゃうのと驚きましたが、すごいなと感心しました。10代で病院で見習いをしていたのですが、父親に連れ戻されて家の手伝いを、それから結婚して東京へ。そして姉の子供たちが大きくなり、また病院で看護助手の仕事を始めて4年で看護学校への道に乗っかったのです。夢への執念かななんて思いますが、4月10日入学式、若い人と同じ制服を着てこれから2年間仕事をしながら勉強する姉にエールを送ってあげてください。恵美子です。看護婦さんになれますようにと、私も負けずにいろんなことにチャレンジしていこうと頑張ります。わあ、頑張りますね。でもそうやっていくつになっても目的意識とかね、そういう夢とか持ってるっていいんじゃないかなと思います。恵美子さん頑張ってください。岡村孝子サンデーピクニック。イギリスのチェッケンドンからお送りしているサンデーピクニック音楽館、今日はイギリスの女性ボーカルを集めてお届けします。1曲目は森岡市の港千恵子さんのリクエストで、ケイト・ブッシュ嵐が丘。サンデーピクニックときめきコミュニケーション、今日は皆さんからのチェッケンドンで読んでほしいハガキを紹介します。まず最初は横浜市保土ヶ谷区のペンネームアライグマラスカルさん。こんにちは。もうどのくらい前だったか忘れましたが、下宿の庭先でフキノトウが一つ出ているのを見つけて、ああ春だなって思った途端花粉症になってしまいました。高子さんも花粉症にめげず頑張ってください。僕にとってイギリスは多分一番懐かしい国です。それというのも、中学の頃ロンドンの女の子と2年間だけ文通をしていたのです。顔も声もわからないのですが、字を見てどんな人か想像したり、本屋でロンドンの街の写真を探したりしていました。でも一番辛いのは、英語力が足りないために思っていることの一部しか伝えられないということでした。高子さんもチェッケンドンでこういうこと感じると思いますけど、その方も今は僕と同じ20歳、時の流れの速さを感じるとともに、今頃ロンドンの街で何をしているのかなと思うと、中学の頃のいろいろな思い出も一緒に浮かんできて、なんだか一人でふんわかした気持ちになってしまいます。私も日本を出てくる時にちょっと花粉症気味というか、鼻がムズムズ、目がかゆかったりして、ひどかったんですけど、イギリスに入った瞬間になんか治ってしまったんですよね。なんでか知らないんですけど、それからやっぱり英語力はまだまだ全然足りないんで、なかなか思ったことが伝えられなかったりするんですけど、最初の時は
もう英語を聞くだけで耳にパタンと蓋が閉じてしまったんですけど、今年は一応みんなが喋ってる英語がちゃんと入ってきてるんで、少しずつ慣れてきたかななんて思ったりもします。続いては愛媛県越智郡かなのペンネームみっちゃん。私は旅行が大好きですが、海外へ行くほどのお金はなく、もっぱら国内旅行です。仕事とはいえ海外へ行ける高子さんが羨ましい。今度チェッケンドンで三ピクの放送すると聞いて、海外へ行けない私に代わって私が書いたこのハガキだけでもチェッケンドンへ連れてって高子さんに読んでほしくて書きました。とっても素晴らしいところだそうですね。チェッケンドンからの三ピク楽しみにしています。1ヶ月以上滞在するそうですが、体を壊さないように最後にレコーディング頑張ってください。どうもありがとうございます。サンピクって最初なんだかわからなかったんですけど、サンデーピクニックの略ですね。本当にね、この結構東京ロンドン間って飛行機に乗る時間が長くて大変なんですけどね、このハガキもスタッフと一緒に飛行機乗ってきたんですね。続いてのおハガキは摂津市の高子ファンになって5年目中井京子さん。サンデーピクニックが始まってもうすぐ1年ですね。それを記念してチェッケンドンから放送っていうのもすごいですね。初めてでしょ。番組聞いててびっくりしたんでハガキを送った始末です。よかったらこのハガキチェッケンドンで読んでくれませんか。お願いします。ということで、いつも本当にチェッケンドンで楽しく健康的なレコーディングをしてるんですけど、この放送でそういう様子も伝わってくれると本当に嬉しいなと思います。それではここで一曲聴いてください。大津市の優子さんのリクエストで、カンさん、こっぱ短い恋。続いてのおはがきは長野県松本市のペンネーム三崎太郎さん。こんにちは高子さん、そちらの生活はどうですか。風邪などひいていませんか。体に十分気をつけていい仕事をしてきてください。どうもありがとうございます。風邪はひいてないんですけど、さっきから放送中に鼻水が出てきてどうしちゃったんでしょうかね。続いてのおはがきは、これは住所がないんですけど、ペンネーム金字塔さん。春のチェッケンドンはいかがですか。イギリスというとなんとなくトラッドな感じを漂わせる国ですよね。同じ島国ということで、よくイギリスと日本は比較文化において取り上げられますが、先進技術の日本とは逆にやっぱりイギリスは伝統を重んじますよね。特に陶器や家具なんか昔のものであっても壊れた時やなんか補充が効くんですよね。そんなところに僕はイギリスの心というか深みを痛切に感じるんです。実は僕車オタクなんですが、イギリスの車にもそんな国柄を感じるんです。とってもちっちゃなローバーって車があるんですが、一度乗っていただけるときっとイギリスの心みたいなものを感じられますよ。確かにイギリスの人って一つのものを大切に大切に長く使うっていうところはあるみたいなんですけどね。でも若者というかスタジオのスタッフに限るんですけど、結構いろんな日本のこととかにも興味を持ってたりとか、それから毎朝みんなで日本食ご飯を食べてるんで、箸を持ってご飯におかかをかけたりとかね、割と好奇心旺盛な人が多いみたいですよ。続いてのおはがきは、これは愛知県豊田市のペンネームめちゃさん。同じ職場の久野さんと野中さんが新工場建設のため2年半ほど前からイギリスのダービーに駐在しています。イギリスから帰った人の話や時々送ってくれるファックスなどから、お二人ともまるで絵本に出てくるような可愛いお家に住んでいること、夏には南フランスやスペインにバカンスに出かけること、そして冬はとても寒く、あまりの寒さで運転している車のフロントガラスまで凍ってしまいとても危ないこと、けれどとても静かで幻想的なこと、日本から焼肉のタレを持って行ったらとても喜んでくれたことなどなど、今まで何も知らなかったイギリスのことがほんの少しだけれど分かったような気がします。チェッケンドンとダービーがどれくらい離れているのか私には見当もつきませんが、いつかきっと見渡す限りの
菜の花畑と久野さんと野中さんたちが建てた新工場を見るため2つの、ま、町を訪ねてみたいと思っています。さっきちょっと台所の地図で調べてもらったら、あのダービーっていうところはチェッケンドンからは3時間半くらいでしたっけ、離れてちょっと遠いみたいなんですけどね。まああの雰囲気は似ているかもしれませんね。そういえばね、あの去年持ってきた牛肉の味噌漬けかな、すごくねこっちでは受けて、味噌味とか醤油味結構好きみたいです。ときめきコミュニケーション、今月のテーマは香りです。京都市右京区の明日へ向かってさん、長野県上野内郡のたらこクラブさん、宮城県登米郡の香里さんのリクエストで私の歌輝き。
村孝子サンデーピクニック、いかがでしたか。毎日レコーディングの合間を縫ってテニスや卓球をして、コンサートに向けての体力作りもしているんですけど、おかげで腹筋もついて、今回のアルバムはもしかしたらいつもより声量にパワーがあるかもしれません。来週はぜひスタジオを飛び出して中庭かどこかで放送してみたいなと思っています。楽しみにしていてくださいね。この番組では皆さんからのお便り、リクエスト曲、そして今月のテーマ香りのお便りも募集しています。宛先は今お聞きの放送局の岡村孝子サンデーピクニックの係まで。楽しいハガキを待っています。それから4月19日、4月26日のサンデーピクニックで石鹸丼のお土産のプレゼントをしますので、聞き逃さないでください。それでは今週のお誕生日の方を紹介します。4月5日、湯水大さん、北野圭司さん、沖田隆さん、岡拓司さん、佐藤律子さん。6日、北野千佳子さん、上田誠さん、福塚明さん。8日、三田直子さん。10日、西井博明さん、栗崎俊幸さん。それから残念ながら今週お便りが間に合わなかったお誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。岡村孝子サンデーピクニック。この番組は心の通うお付き合い、共同石油と清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王がお送りしました。